はい、おはこんばんにちは。ゼロゲンと申します。ついに今日から、任天堂の方でも、オンラインの、有料化が、始まります。それが、任天堂スイッチオンラインですね。はい。で、スイッチを起動させて、多分まあそのまま本体更新の方に行ってもいいんですけども、任天堂 eショップの方を、クリックすれば自動的に更新してくださいという表示が出ると思うんで、更新してください。で、更新が終わると、再び e ショップの方に入るとこの左の方ですね、左のメニューの方に、任天堂スイッチオンラインという、カテゴリーが増えております。これをクリックして料金プランでいいのかな。あ、私も今から初めてやるんでちょっと一緒にねゆっくり見ていきたいと思います。7日間の無料体験を始めよう。あ、1週間分はお金払わなくても、体験無料で体験ができるということですね。7日間の無料体験終了後は、300円、1ヶ月分ですね、1ヶ月分の、個人プランを自動的に継続購入いたします。希望しない場合は、無料期間、無料体験中に自動継続購入の更新を停止してください。そうすれば料金は発生しませんということですね。まあ私はもうそんなのをすっ飛ばしてこれですな。12ヶ月分、1年分一気に購入したいと思います。はい。というわけでね、お支払い方法ですね、ちょっとまだこれは1ヶ月分のお支払い方法の画面なんですけども、ちょっとね見てみたんですけども、ちゃんとクレジットカード払いで、ちょっと任天堂プリペイドカードとかでですね、あれで残高を追加して払うことももちろんできます。あとこれはペイパルかな、自分は、利用してないんですけども、に加えてですね、これですね、ポイントを使う、これあれだね、マイ任天堂の、ゴールドポイントを使えば、割引で使う、お支払いすることもできるみたいです。今ポイント自分475ポイント持ってるんで、多分これポイントだけで1ヶ月分はこれで、遊べるということですね。はい。なのでプリペイド、クレジ、まあ大体の人はクレジットかプリペイドでしょうね。まあペイパルっていうのをどれぐらいの人が使ってるのかわからないんですけども、まあお支払い方法としては、それだけあるということですね。まあ自分はこの1ヶ月分を、早速購入したいと思います。はい。というわけで、個人プラン12ヶ月分ですね、365日分の個人プランを購入いたしました。さっき俺1ヶ月分とか言わなかった1ヶ月分じゃないですね、1年分ですね、12ヶ月1年分ですね。はい。で、次回の決済日は、来年の9月17日、1年分ですね。はい。で、加入者限定ソフトとしてこれですね、ファミリーコンピューター任天堂スイッチオンライン、これが無料でダウンロードして遊べるというわけですよ。ちょっとこれいきましょう早速おお、ファミリーコンピューターっていう、もうそういうカテゴリーなんだね。なるほど。多分これを買ってというか、もうダウンロードだね。任天堂スイッチオンラインに加入した人はこれをダウンロードすれば、懐かしのファミコンゲームがどんどん遊べるというわけですよ。はい。で、これもうこれから先もどんどん追加されていくみたいなんで、ちょっとこれを、ダウンロードしたいと思います。はい。ちょっと今ダウンロード中なんですけども、その間にですね、このゲームニュースのところですね、この一番左にあるゲームニュース、ここが、更新されます。本体更新をしたらね、すぐに。で、新しい機能が準備できましたというのが出てくるはずです。はい。かなこ。かなこっていうの？君。そうなの。本体内のセーブデータをインターネット経由でお預かりする、セーブデータのオンラインバックアップですね。つまり、クラウドセーブですね。ができるようになります。で、これ、
ついに来たかって感じなんですけども、SNS やね、つまりツイッターとかで、複数の画像をまとめて投稿できるようになったみたいです。はい、あ、ダウンロードできた。で、キノピオ隊長のキャラクターをユーザーアイコンとして選べるようになりました。はい。という、結構ね、ちょこちょこ、こういう、この複数まとめて投稿を言ってなかった気がするんですよね。はい。いいっすね。これで、一個一個、わざわざ送る必要がようやくなくなりましたね。はい。あとは動画の方もね、もうちょっと頑張ってくれたら嬉しいんですけどね。はい。というわけで、いきましたね。ファミリーコンピューター、任天堂スイッチオンライン。早速やってみましょう。はい。ソフト遊べるかチェックしています。遊べるでしょ。よし。これで遊べませんとか出たら、どうしようと思った。あ、チリーン。おーおーおー、ああ、いいですね。オンラインで、なんか対戦ゲームとか、なんか協力して、おお、結構最初からありますね。あーは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 ー、あ、もう結構、あ、これだけか。でも、こんだけか。でも、何本だ ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。おお、最初から20本。遊べますね。アイスホッケーとか言ってなかったね、これ。テクモボール。これ死なれな。これなんか見たことあるけど。これダブルドラゴン。あ、ダブルドラゴンダブルドラゴンとかほんと懐かしいね。いいですね。これで、これもう加入してる人はもう自由に遊べるっていうわけですよ。あ、これはいいですね。ちょっと久々にグラディウスとかやろうかな、これ。カーソルを移動させるには。ゲームスタートするには、ああ、なるほど。はいはい。はい。あ、音が鳴つ。なるほど。あー、もう全然、全然ダメだ、これ。ちょっと。スピーダー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 を2段階ぐらいやっときたい。こうやってファミコンの、往年のファミコンゲームも自由に遊べるというわけですね。おー、いいですね。で、ゲームを中、ああ、ご丁寧にありがとうございます。ZR と ZL を同時押しですね。で、まあ、それに合わせてね、なんだっけ、マイ・ニンテンドー・ストア限定だったかな、ファミコン型の、おー、危ねえな、コントローラーも、一緒に予約だったか、ああ予約だったかな、予約ができるように、予約注文ができるようになっておりますんで、私ちょっとそれ、買うんすけど、ちょっと今ちょっとカードに残高が入ってないんで、ちょっと追加しないといけない。まあ、ちゃんとそのうち買おうかなと思います。じゃあ、なんか他にもうちょっとやってみたいな。バーチャルコンソールで持ってるのがいくつかあるんですけども、持ってないのを逆にやりたい。テクモボールって何これ。これ初めて見た。はい、プッシュスタート。はい、もうわ、わかんない。何これ。ん、あ、これあれか、チームの名前かな。ファーストウィーク。おお、あ、アメフトか。おお、わあ、はい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 。うわあ、はあ、ちょっと待って。え、パス。ああ、なんかこの辺なんかアイシールド21でこういうのなんか見たな。せーはっはっ進めねえ。そう、後ろに投げるんだよね。ああ、なるほど。あ、でもこれ結構よくできてんじゃないの。でもこれ
そう、声も入ってんだね、ちゃんとね。おらー、あー、なんかこれ確かある程度のところまで進まないとダメなんじゃなかったっけ。うー、何回かあるんだよね、あの攻撃のチャンスみたいなのが。あー、やばい、抜けてきてる。はい、まあそんな感じですね。なるほど、いいね。でこれもうこれからずっと加入さえし続けてれば遊べるタイトルがどんどん増えるってわけですよ。2人で遊ぶ、オンラインで遊ぶ、オンラインでフレンドと2人で一緒に遊べます。なるほど、一人で遊びながらフレンドを待つことができます。あ、なるほど、スマートフォンのアプリの Nintendo Switch Online にも対応してると。あー、そういうわけですね。この2人で遊ぶかは実際ここであれだね、リアルで遊ぶ場合で、オンラインで、知らない人とかね、フレンドだけか、フレンドと2人で遊ぶ場合がこれを使えばいいと、そういうわけですね。まあ、アイスクライマーとかもうこの辺も2人とかで遊べるのかな。エキサイトバイク2人同時ダメだった気がするけども。なるほど、おドクターマリオとかなんかオンラインで対戦したら面白そうだけどね。ヨッシーの卵いいですね。うん、まあちょっと今日は、まあ、お試しなのでこんな感じで終わりたいと思います。お設定、あ、これミニスーファミとかと同じようなことができるやん。ピクセルパーフェクト、まあこれが普通のあれだね。ピクセルパーフェクト、これもっと綺麗になるのかな、アナログテレビ。ちょっとこの ピクセルパーフェクトでちょっと見てみたいね。ちょっとさっきのグラディウスでもう一回ベロベロピー。ちょっと待って、俺諦めきれないんだけど。あ、出るじゃん、出るじゃん、出るじゃん。なんだっけ、一回もう進めたらダメなんだったっけ、これって。出るやん、なんだ、早く言ってよ。まあこれもうあとレーザー取れば OK でしょ、これ。 OKOKOK で、あのピクセルパーフェクトだけどなんか変わってる、これ。ちょっと滑らかになったかな、どうなんだろう、ちょっとそれがよくわかんないですけど。そもそもの条件が俺なんか間違ってたのかな。いやー、いいな。よし、レーゼレーゼ、あのこの頃のグラディウスはちゃんと連打しないと弾出ないんで。でもあれだな、でも自分グラディウスはね3を一番やったんですよね。うん、3がですね、あの普通のコナミコマンドを入れようとするじゃないですか、そしたら爆発するんですよ、あれ罠ですよね。うん、上上下下、左右左右 BA をグラディウス3で入れようとすると爆発するんですよね。なのであの3でこのフル装備にしようとすると、上上下下 LR LR BA だったかな、じゃないと、ちゃんとこの状態にならないんでございますな。豆知識です。グラディウス3あまりリメイクしないんだよね。これスリしたいんだけどな、どっちかというと。お、来た、さっき死んだところですね。ういえ、あ、しゃ、こうの方がいいのか、こうの方がいいのか。いい。あ、時期下の方がいいのかな、これ。もういいや、もう押せ。いけ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 。子供の頃はこの飛行機の名前がグラディウスだと思ってた。リンクのことゼルダっていうのと一緒だよ。サムスのことメトロイドっていうのと一緒だわ。ほら、ビッグコア、ビッグコア、ビッグコア。もうフル装備ならもう全然余裕ですよ。フラグを立てていく。うゆ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 う、あー、危ない、びっくりした今。よっしゃー、クリアー。
ーい。というわけで、どこでもセーブ。こうやってセーブをできると。よかったね。これでデータを吹き飛ぶこともありませんな。はい。というわけで、今回は、ちょっと、Nintendo Switch Online の加入の仕方とかね、ちょっとそういうところを軽く触れてみました。で、ちょっと最後になっちゃいましたけど、加入しなくてもね、ちゃんと今まで通り遊び続けられるタイトルというのもあります。このフォートナイトとかはね、加入してなくても大丈夫です。加入してなくても、今まで通り普通に遊べます。で、このドラゴンクエスト10もですね、月額で今払ってると思うんですけども、それだけで大丈夫です。それだけで、この Nintendo Switch Online に加入しなくても、ちゃんと、遊ぶことができますんで安心してください。割と、勘違いしてる人が多かったんでね、ちょっとこの辺はちょっとちゃんと広めていきたいですね。うん、ちゃんと月額分だけでいいよっていうのをね、加入しなくても、ドラゴンクエスト10とかは遊べますということですね。あと自分もなんか見てちょっとだけがっかり、まああんまり関係ないのかな、関係ないんですけど、スプラトゥーン2と何だったかな、何かがね、セーブデータのお預かりができないんですよ。セーブデータのお預かりができないタイトルもいくつかあるみたいです。はい、何だったかな、スプラトゥーン2はまあでも常になんかクラウドセーブしてるようなものだからあんまり関係ないのかな。うん、何かあと、もなんかもうちょっとクラウドセーブができなかったものがあったと思うんですけども、ちょっとそれはちょっと各自、調べてくれたら助かります。はい、複数投稿ってどういう感じになるのかな。おーおほー、はい、投稿、あ、まとめて投稿、あーなるほど、こうやって選んで投稿するってわけですね。あーなるほど、これは便利ですね。というか早めにこれはやって早くこれは実装してほしかったな。はい、というわけで、じゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。もうなんだろう、もうこれからも任天堂で遊ぶぞっていう人はぜひ1年間分課金して自由に遊びましょう。はい、まあ、加入してないとこのスプラトゥーン2とか、マリオカート8とか、あとは、まあ、オンラインでどうのこうのっていうことができなくなります。はい。マイクラどうだったかな？マイクラは大丈夫なのかな？で、オンラインで対戦したりっていうゲームが、加入しないとできなくなりますので、そこは、注意してください。はい。というわけで、ここまでのご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。